さんこんにちは。西岡福谷バレエ団の眠れる森の美女全幕で初めてカラバスを踊らせていただく清水健太です。なんか、感情的にならないカラボスを今自分の中で目指しているので、こう感情の起伏みたいなのがあまりこう大きく出ないように、でも何かこう怒りだったり悲しみだったりが表現できてたらいいなと思って、今日も待ってからいろいろ反省点が見つかりました。福谷バレエ団でのカラボスは僕がこう思い描いて通常の世間一般のカラボスとは違うので、踊りで見せるということよりも表現で見せなきゃいけないので、そこはやっぱちょっと難しいところかなと。今回の、西岡福谷版では、私カラボスがですね、一幕で4人の王子扮してオーロラ姫としっかり接してるシーンがあって、でそこからカラボスに変身するっていう今まで見たことない演出があるので、そこは今、自分がリハーサルをしていてとても楽しんでいるし、本番も楽しみにしている部分ですね。昔からいるダンサーたちは特にそうですけど、やっぱりなんかレッスンから教えさせていただいているので、なんかそれぞれのその一日一日の目標みたいなのを持ってレッスンに取り組んでいるなという姿勢がたくさん見られるようになったし、そのおかげでリハーサル中の動きもやっぱどんどんレベルアップしていっているので、そういう自分の中で何か目標を持ってやれてるっていうことは僕はすごくいいなと思って、これからも応援していきたいなと。プリンシパルだからとかゴールドバレエだからっていうことではなくて、やっぱ舞台に出てる以上一人の表現者として集中力が切れてはいけないなっていうことが多分一番大事なことで、誰か一人そういう人集中できない人がいたら、もう100人いて99人が頑張ってるのに1人ダメだったら、その舞台やっぱお客さんにとっては印象に残らないというか、あまりいいものじゃないと思うので、僕は自分が舞台に出るときはそうなりたくないので、そうならないように気をつけてます。僕自身ですね、人生で初めての役柄で、たくさん悩んでいる部分もありますが、他のキャストもですね、大変豪華なものになっておりますし、西岡福谷バレエ団でしか見れない眠れる森の美女が、その世界観がしっかりと表現されていると思うので、ぜひ劇場まで